京都クイズ第2弾。イエーイ。前回の京都クイズがかなり高評価つ2人が楽しかったということで、はい、楽しかったです。まあ、第2弾やっちゃいたいと思います。よっしゃ。今まではですね、まあ、ポイント制で、まあ、最終ポイントが多い方が勝ちだったんですが、まあ、ちょっとなんかね反論がありましてこれね最後の問題勝ったやつが勝ちじゃないかとってことなので、先に3ポイント先取した方が勝ちということで、はい、圧勝しちゃうよ。いきたいと思います。それではお願いします。第1問、はい、清水寺の近くにある縁結びスポットとして人気の神社は何神社でしょうか。あの石のやつやんな。そうです、あの石のやつです。目つぶって歩いたらその恋が成就するやつやんな。そうです。ジオン神社。寂聴神社。瀬戸内次回神社。上天神社。地主神社。すげえ、知ってましたな。知ってました。思い出したって感じだったな今のは。ちなみにさっき言ったように境内にある恋占いの石って呼ばれる石があって、うん、一方の石からもう一方への石へ目を閉じたままたどり着くことができれば恋が成就すると言われている縁結び神社ですね。じゃあ石が2個置いてあるってこと。そうですね。結構有名やね。うん、結構有名ですね。なんか SNS とかでもよう上がってたりする、うんうんうん。第2問、京都三大祭りに数えられる祭りは祇園祭り、時代祭りと葵祭り。おー、さすが。わずかな差でしたが、そうですね、葵祭りで毎年5月15日に行われる。今年行われたんですけど、もうコロナ明けで4年ぶりに今年実施されたそうですね。第3問、はい、これで中西さん勝てばストレート勝ちです。よし。初の1993年にキャンペーンが始まった、はい、キャンペーンそうだ、京都行こう、あーをスタートした鉄道会社はどこ。 JR。JR、西日本。 JR 東日本。いや、これ多分は新幹線の売り文句で多分作ってるから JR 東海や。あー、すげえストレートだ。やったぜー圧勝。すごいでも動画的にめっちゃ速くなっちゃうから5問正解しちゃったもっとやりたいから、もっとやりたいから。第4問、京都大学の教授を務めた西田喜太郎が好んで散策したことに名前を由来する遊歩道の愛称は何でしょう。全然分からへん。え、いい、うん、哲学の道。あ、うん、ちなみに僕のおじさん京都大学の名誉教授です。おお、中西田中西田喜太郎ですかさあ第5問、はい、2023年3月にこの前やん、はい、本庁が京都府に移転した行政機関は。文化庁。すげえ弱すぎる弱すぎるわ。ストレートだ。7問選手でいく。7問選手でいきますか第6問、はい、1889年に山内宝次郎が京都で創業した企業を前身とするゲーム会社は何。任天堂おい分かるやろ絶対言われたら分かる。まあスプラトゥーンとかゼルダとかマリオとかで知られる任天堂はの前身ですね、は1889年に京都で創業されました。へえ、超歴史が長いですね。1800年代からあるんや。ラスト問題ですけど、奇跡の7対0ストレートあるでしょうか。第7問、京都の盆地にちなんで自身の音楽スタイルを盆地テクノと称する歌手は誰でしょうか。何ぞそりゃ全然関係やない。みそのカモンタツオ。西川さん。西川誰ですか。西川タカ
それはちゃんと。あー、あの人ですか。あの人。サンプラザな感じ。大悟。森山直太朗。その人の話題となった曲のタイトルがミュージックビデオ。岡崎体育。へぇー、京都や、この方。あ、そうなの、ね、京都なの多分。でも鴨川のカップルが一定の距離開けてる現象ってあるじゃないですか、うん、それをモチーフとした鴨川等間隔っていう楽曲も作ってるらしい。へぇ ー、ちょっと聴いてみたい。それちょっと聴いてみたいな、確かに。そうして盆地テクも来るらしいです。へぇー。第8問、京都のメーカー、八つ足ありますね。あの生じゃない方ありますね、はい、の形のモチーフとなったとされる楽器は何でしょうか。楽器思ってんの強くないけど、木琴。え、何だと思ってたの。瓦。あー、琴。なんでこの形は琴しかなくない。そうか、すごいな。盛り上がらんかまで包んだ。